はいどうも、ゾゾちゃんです。本日はですね、こちら、忍者の力、使っていきたいと思います。で、今回ね、1回だけ使ってみたシーンももちろんあるんですけども、今回、忍者ローディングを、継続してやってきました。忍者ローディングっていうのは、1週間とか2週間とか長いスパンですね、朝昼晩と、こちらの商品を1本ずつ飲み続けて、イミダゾールジペプチドを体内に、溜め込んでいると。で、試合の時に爆発させるといったような使い方になってます。で、もちろん、1日だけ、その当日だけ取った感じでも、翌日の疲労感とか、まあ、試合中の最終盤の足の残り具合とかは、まあ、足が残ってたり、翌日楽だったりと、結構いい感じを受けたんですが、今回このイミダの力、こちらを1週間、飲んでいって、実際に試合でどれぐらい違いが出てくるのかっていうのを体感していこうと思います。はい、というわけで忍者の力、実際にね使って、1週間ローディングもして、試合をしてきました。体感できたところですね、個人的には3つですね。まず1つ目が、まあ、試合中のパフォーマンスってところですね。試合終盤まで、しっかりと走り切れるっていうところ、足がまだもうちょっと余力残ってるかなっていうぐらいの、まあ、最後まで粘れるスタミナっていうのを、まあ、まず体感できました。で、次に翌日の疲労感ですね。正直これすごかったです。こっちのがすごいかな。翌日の疲労感っていうのが、かなりね、普段試合した後とはかなり違って、まあ、すごく体が楽。もちろん試合した後なんで疲れてるのは疲れてるんですけども、もう全然疲労感が違かったので、その辺すごくおすすめできますね。で、なんといっても一番はローディングの時期です。1週間、まあ、毎日2本とか3本とか飲んでたわけなんですけども、その時の疲労感、日々のトレーニングでこう疲れちゃって次の日休んじゃうとか、まあ、社会人だとね、まあ、あるあるっちゃあるあるなんですけど、とか、まあ、仕事でね、残業が多くてなかなかトレーニングできないとか、ちょっと疲れちゃって今日やめとこうかなみたいな、多分社会人の、まあ、草サッカーとか草ラグビーされてる方だったらあると思うんですけども、まあ、そういうのがね、ほんまになくなります。毎日飲んでたら、いや、もうちょっといけるなみたいな、もう一度踏ん張りできるなっていう感じで、しっかりとね、1週間、まあ、自主練にも、まあ、成果出るというか、しっかり打ち込めたというところで、ローディングのところがね、すごく個人的にはいいかなと思いました。で、まあ、実際に使っていただくの結構、まあ、1本600円というところもあって、僕も結構高いと思うので、もちろん、ね、他の製品と比べたらそんなめちゃくちゃ高いってわけではないんですけども、まあ、とはいえね、毎日600円とか、2本だと1200円、まあ、結構厳しいところはあると思うので、まあ、ぜひ学生の皆さんは、合宿とか、試合の時とか、ここっていう時に、飲んでいただけたらと思います。で、逆に社会人の方はある程度余裕のある方だったら、まあ試合1週間前ぐらいから、まあ、1本とか2本ずつ飲んで、で当日を迎えるっていう飲み方も、まあ、非常にねありかなと思います。まあ、特にね、草サッカー草ラグビーされてる中でも、まあ、すごくトップを目指すというか、社会人なんだけど、まあ、すごく土日しっかり頑張って平日も自主練するっていった方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、そういった方もね、すごく味方になってくれるようなドリンク、パウダーでした。というわけで、本日はイミダの力をしっかりとレビューさせていただきました。こちらかなり個人的にも、効果良かったので、今後ね、まあ、試合の時とかなるべく、使っていこうかなと思います。それでは本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。またよければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回。